こんにちは、マスターピストの中瀬です。今日はカーボンホイールの種類とメリット、デメリットについて解説します。とりあえずたまたま店にいろんな種類のフロントのカーボンホイールが揃ったので、ここにちょっと並べてみました。結構あるんですね、種類。いや、もっとあるけど、まあね、3、4、5本バトンっていうのが揃ってるんで、まあ見比べるにはいいかと思います。なんかさ、ヘッドとエアロスポークはわかるけど、ちょっと一個一個ブランドとなんか簡単な特徴を教えてください。まずは、まあこれはヘッド3、3本バトンなんでヘッド3と呼ばれてますね。でこれはフランスのコリマ、コリマ、ヘリコプターの羽作ってる会社ですよね。ヘリコプターの羽作ってるんですか。でこれはアメリカのスピナジー、で、これはまあヘッド3をまあ真似て作ったような、まあ、中国製のカーボンホイール。なんかチネリのロゴ入ってるけど、これは、これは前のオーナーがチネリ乗ってたんで、チネリのデカールを貼ってます。であとはこれエアロスポーク、ね、エアロスポーク、これも残念なことにもう今生産はされてません。なんか5本とか3本とか4本とかいろいろありますけど、それってなんか単なるデザインの違いなんですか。ではなくて、これ見てもらえばわかるんですが、自転車のホイールってまあ一般的なのはこういうスポークで組まれてて、例えばこれは競輪で使われるホイールなんですが、このスポークが全部でこれ36本割とよく見るやつですね。でこれはロード用のフロントホイールで、これもスポークの数が2、4、5、8、16、ラジアル組ってやつですね。まっすぐな。でこうなるともう本数も半分ぐらい減るんで、何が違うかっていうと、こう止まってたら何も変わらないんですが、これが高速で回転するとこのスポーク一本一本に空気抵抗が生じるわけで、だからこっちよりこっちの方が空気抵抗が少ないわけで、ああなるほど、っていう塩梅で、これをもっと減らしていけばもっと空気抵抗減るんだけど強度が不足してくる。確かに。っていうところで、まあカーボンのこのスポークじゃないんですが、バトンっていうもので補強してなるべく空気抵抗を減らすという考えをもとに、まあこれで言うとまずは5本、でこれよりも空気抵抗を減らそうと思ったらこの4本で、その次にもっと減るのが3本。なるほど。で空気抵抗をゼロにしたければディスクといっても面にしてしまうと空気抵抗がゼロ。この間ヘッドのディスク紹介したやつに近いかな。ああいう感じにすると空気抵抗は減るが、室内でレースやるときはいいんですが、屋外のときには横風を相当受けるので、そこがちょっとデメリットにはなってきます。ちなみにこのエアロスポーク、さっきもうレアだよ、生産されてないよって言ってたけど、この中で一番レアなのはどれですか。この中だとやっぱりスピナジー。これはそれもちょっと詳しく、他のホイールは全部このバトンの部分がパイプ状になってるんですけど、これはブレードそのまんまカーボンの板の強度だけで持たせてるんで、結構これって金属製？いや、これ全部カーボン。これもカーボン、だから金属の部分っていうのはこのハブとリムの部分。リムは金属なんだ。これはもう作られてないんですか。もうこれももう生産中止して、そうだな、15年ぐらい経つんじゃないのかな。これめちゃくちゃ目立ちますね。軽そう。
うん、やっぱりカーボンの中でもやっぱりこれは結構軽いけど、やっぱり強度的にフロントだったら問題ないけど、これのリアっていうのはピストンには向きません。え、それどうしてですか？いや、あのスキッとするから強度がやっぱり不足する。リアはスキッとするから衝撃がかかりやすい。うん、あのバック踏むとやっぱりブレードなんで前に転がる分にはいいけど、バック踏んだりするとかなりしなるんで怖い思いすると思います、うんうん。まあ、メリットは今言ったように空気抵抗が減るのと、あと金属に比べて軽い、うん、っていうことで速く走るにはやっぱりすごくうってつけなんですが、なんせ値段が全然高い、うん。ちなみに例えばじゃあこの中で一番高い、まあ中古だから新品で一番高いのは、うん、やっぱり、これで20万オーバー、うん、うん、新品だとね、うん、まあ、大体この順番でこっちが高い、この順で、うん、でこっちが安いっていう、まあ、目安ね、うん、そっか。で、デメリットは他にはありますか？まあ、あの扱いがやっぱり、うん、金属のものに比べて ある程度神経使ってやらないと、でしかもこの面積が太いんで結構ぶつけるんでね、うん、あ、なるほど、うん、クラックが入ったらもうダメなんで、その辺がやっぱり気をつけなきゃならないところと、横風、あ、結構横風こういうのに比べると、うん、まともに風受けるんでハンドルが取られたりするんで、あと特徴というと、まあ、大きく分けて、こっち3つはクリンチャータイヤ、うん、でこの2個はチューブラータイヤ、タイヤが種類が違います。チューブラーはまあご存知のように中にチューブが入ったタイヤを接着剤でくっつけてる、で、まあ、これは一般的なクリンチャーっていう中にチューブが入ってるタイヤを使ってます。で、この中に、チューブを入れて空気入れると、ここにビートっていうのがあって、これがリムのこの端っこに引っかかって、空気圧が上がってくると、このリムに横方向の力が発生するんで、なるほど、これをカーボンで作っちゃうとなかなか強度が保てないんで変形しやすいってことか、うん、っていうところで、まあ、あの金属を使ってる。あ、この、まあ、シルバーの部分が金属、うん、これがアルミでできてるんで、だから、まあ、その辺で重量は増すけれど強度は高いと、うんうん、で、片やこの辺のこの2本はチューブラーですけど、あ、ない、うん、これは全部カーボンでできてるんで、要するにこれはもうただ単なるチューブになってるんで横方向に力がかからないんで、うんうんうん、補強しなくてもいいんで、そのメリットはやっぱり金属使ってないんでこっちのものより全然重量が軽くなってる。あ、なるほどね、うん、っていうところが大きな違いで、ただクリンチャーの方がタイヤの種類がすごく多いんで、うん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 、選ぶ幅はやっぱり圧倒的にクリンチャーの方が良いと、うん、で、まあ、これはちょっと例外的にリムの部分もこれはカーボンでできてます。金属じゃないんだ、うん、なんでかっていうとこれはこっちに比べてカーボンが分厚い、あ、強度を出すために分厚く作ってあるんで、まあ、これで持つということで、のデメリットとしてはその分分厚い分重い、あ、なるほどね、っていう一長一短ですよね。でやっぱりこの中ではそのあんまり神経使わなくていいバトンっていうと、もうダントツにこのエアロスポーク、うんうんうん、これはもうすごく丈夫だから、うん、ちゃんと補強も入ってるしね、うん、トリックにも耐える技術
質のカーボンホイールだと。中井さん、今日並んでるのたまたま全部中古ですけど、中古でカーボンホイール買いたいっていう時に気をつけた方がいいところってどうなんですか？まずは表面にぶつけたようなクラックとか傷がないか、うんうん、とあとはこうホイールを回してみて触れが前後左右にない、まあ、回せればいいですけどね、うん、オークションなんかだとちょっと難しいですよね。 それとこのハブの調子ですよね、スムーズに回るかどうか、うん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 、でなんでその触れを注意するかっていうと、スポークホイールの場合はまあこういうニップルっていうのでフレ取りっていうのはできるんですが、うんうんうん、もうカーボンっていうのは一体成形なんで一回フレ出すともうあの止まらなくなる、逆にどんどんひどくなる一方なんで、フレてるものは要注意するべきでしょう。わかりました。まあちょっと取り扱いに慎重しなきゃダメですね、カーボンは。トリックする人はどれがおすすめですか？はやっぱりこのダントツに重いけれどエアロスポーク、やろうか、うん、これがやっぱり一番丈夫。中井さんの愛車もエアロスポークですよね。うん、やっぱりねフロント上げたりいろいろトリックするときにこの辺のものだとやっぱりかなり神経使うんで、うん、全然触れたりしてないですか？全然大丈夫、うん、まあ、エアロスポークはねあのハブもすごいいいからね。うん、なるほど。まあ今日はバトンの種類とかメリットデメリットを説明しましたが、ピストカスタムするときに、まあ、みんなハンドル、サドル、クランク等々をカスタムする人が多いんですが、まあ、塵も積もればね、その辺全部集めると結構な値段するんで、もう全て諦めてフロントをホイールをカーボンバトンするっていうチョイスもありだと思うんで、あのどんどんカスタムしていって最終的にフレームまで交換すると今までチョイスして集めたパーツが使えない場合もあるんで、まあでもバトンホイールに似合わないピストはまずないと思うんで、これを選ぶっていうのも一つの方法だと思います。で、まあとりあえず今日この辺のバトン紹介しましたが、まあ、これ今お店で販売しているので気になる方がいればお店に電話ください。よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。